はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。マスターアップ人気です。はい、今度のお客様は3箱。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一つ一つ開けていきますね。1、2、3、1、2、3、はい、あります。よいしょ。はい、じゃあまず一つ目いきますね。パッケージもいいですね。なんかね、去年はカイロレンだったのかな、今年は R2D2 ね。よいしょ。はい、このワンボックス、当店だと2万3200円で現在販売しております。で、ワンボックス4つのミニボックスのうち2つは必ずサインです。3オートも一応ありました。店長見ました、お客さん開けてるんだよね。で、いわゆるサインが、まあアベレージですけど、サインが2つ、あと2つは何かみたいな形です。2つのサインは必ず出ます。よいしょ。はい、じゃあまずミニボックス、ワンボックス目の1個目ですね。はい、いきます。おお、ジャワさんもいた。はい、次、せーの、ほい。お、スケッチ、渋いクリニックだ。はい、クリニックですね。チュン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 ってね。はい、ゲームだとめっちゃ強いです。あ、金スケッチですね。たまにハンソロ倒します。はい、結構渋い感じですね。はい、でもちゃんと捉えてますよ。すごい、こういうところもね。これ簡単に描いたとは思えないですね。非常にいいアートな感じ、現代アートな感じですね。うん、いいスケッチだと思います。はい、でインサートと、ジャワさんジャワさん青からね。はい、スケッチカードがしょっぱな来ました。非常にアートなスケッチですね。スケッチカードはもう2箱1ぐらいで出ます。よいしょ。非常にいいですね。この出方だったら全然いいです。はい、でこの下、せーの、はい、誰だ。おお、来た。はいはい、ロビーダイアン、これアニメですけどね。はい、いろんな俳優さんとかいます。で、このね、さっきもちょっと言いましたけど、バフィーのね、主人公の女の子も声優さんで入ってます。で、あとマッツ・ミケルソンのお兄ちゃんも入ってるんですよ。直筆さんいますよ、マッツのお兄ちゃん声優で入ってますんでね。あとはドクター・フーの4代目の方かな、もう確かいると思います。人気ですね。よいしょ。はい、でファズマで、次、せーの、はい、サイン、誰だろう。おお、アニメですけどね、こっちもね。はい、皇帝ですね。アニメの方の声優ですけど皇帝です。はい、ザ・エンペラーなんですね、やっぱね。はい、サインも非常に丁寧です。サインが2つと、スケッチですね。で、ルークのインサートと、はい、青パラ。サインが2つと、スケッチだが、これが何かワーク、何かワークはスケッチ出てるな。これなんでしょうね。メダルを回避すれば、何か大物があるかも。よいしょ。よいしょ。はい。これはパラレルですね。よいしょ。で、この下、せーの、ほい。あ、フィルムも入ってた。これ249。だから、スケッチとサイン2とフィルムです。これは、いい箱ですね。はい。しかも、ルークが
ね、乗り込むシーンかな。これはちょっと、わかりますね。肉眼だと店長わかりますけど、反射してちょっと見えない。ね。映像だと。はい。ちゃんとルーク映ってます。うん。店長は確認できる。で、インサートと青パラ。で、一つ目終わりましたね。で、二つ目。しょっぱなワンパック目で、スケッチカード。キャラはクリニックで、あ、とてもアートな感じで、はい。いいスケッチカードです。よいしょ。はい、じゃあこれ2箱目です。よいしょ。はい、R2D2 のパラーで、この下、せーの、はい、あ、フィルムです。モンマスマの、モンマスさんの、はい、フィルム。これ顔のアップのフィルムですね。うん、ちょっとうっすらね、多分わかると思います。はい、で、インサートと、いやーですね。はい、で、二つ目。とりあえずフィルムが一番初めに来ました。もうさっきみたいにフィルムスケッチサインサインっていうのもねありますからね。よいしょ。はい、まずヨーダで、キンパラですね。はい、キンパラ。この下、せーの、ほい、あ、プレートです。あ、ドドンナ将軍のプレート。最後ね、あのホースと共にというね、出撃命令で。はい、ワンワンですね。一応イエロープレートだと思います。でも裏がちゃんとカードになってますんで、はい、これオリジナルのドドンナ将軍だと思いますね。ローグワンの時はまた別の方が演じてるんですよ。これオリジナルの方だと思います。写真ね。はい、ドドンナ将軍プレートですけどね。で、C3PO と Java。 はい、プレートも一応ヒット扱いになっております。だ、フィルムプレートですね、今ね。フィルムプレートだからサインが出てないから、サインサインこれってことでしょうか。で、次、せーの、ほい、サインですね。アナキン・スカウォーカー、うーおめでとうございます。アナキン・スカウォーカー来ました。はい、ただ通常から書いてるんで枚数はそれなりにあるようです。はい、アナキン・スカウォーカー、それでも全然ね、当たりですよ。アナキン・スカウォーカーです。おめでとうございます。はい。で、セグラと、セグラのインサートで、セグラの金パラモン。はい。あ、ゲレーラか。ゲレーラですね。1の25です。1番。はい、で、これが4つ目。これもサインでしょうね。はい、で、次、せーの、誰だ誰だ。あ、はい、チュイン系ですね。はい、まあ、アナキン出てるからチュインでいいでしょみたいなそんなことはないですね。で、グリーンパラ99。はい、で、4つ目です。あ、4つ目じゃない、3つ目です。よいしょ。よいしょ。
はい、じゃあ、3つ目です。スケッチ1にアナキン1ですかね。よいしょ。あ、ひっくり返ってる。99の99で、インサートですね。で、次、せーの、ほい。お、スケッチだ。K2 ですね。ハンソロは、キンパラ。で、スケッチも出て、K2 です。黒く塗ったら、塗りつぶしになっちゃうのか。だからこうやってんのかな。はい、でも、一応、ね、詳細に書いてますね。一応、キンパラの方ですね。名前はなんとかわかんないジュニア。ね、アーティストのあのリストからちょっと見ていただいた方がいいかもしれない。で、こちらと、ボバの青。はい、スケッチ2つ出ましたね。うん、まあ2箱1ぐらいですからね。で、次は、はい。パラレルですね。で、この下製の、はい。ん?メダルですね。銀メダル。はい。アニメのキャラとチョッパーですね。シルバーだから40枚限定です。17番。と、インサートとグリーンパラ。かなたさんね。99。はい、レイスタート。はい、次、せーの、ほい。誰だ。はい、クラグバーですね。英雄ですね。最後ね、ワープのとこにね、突撃してね。はい、名前はスティーブン・スタントンさん、ボイス・オブ・ね、アクバーね、黒アクバ。はい。で、青パラ。で、三つ目の4パック目。これが最後ですね。よいしょ。よいしょ。はい、中ばっか。これもオリジナルの方ですね。多分ね。で、次、せーの。はい。誰だ?あ、アニメですけど、あの、レイヤ姫の、この方もちゃんとした女優さん、女優業をやられてる方です。声のね、声優だけではない方です。そこそこ、プライスもついてます。まあ、有名なんでしょうね。はい。ね。店長が知らないだけです。はい。で、ポーダメロンと、エズラのパープル。50枚限定ですね。はい。で、スケッチにアナキン、フィルム、いろいろ出ましたね。はい。またよろしくお願いします。パーソナルブレイクお待ちしております。はい。ありがとうございました。